ねえ、虹色のかき氷、夢で見たやつとそっくり。売り切れてなくてよかったよね。あー、食べるのがもったいないけど溶けちゃうのももったいない。これ食べたら下虹色になっちゃう？あ、なっちゃうかも。天下ちゃん、先に食べてみない？それでアマナが写真撮ってあげる。うん、大丈夫だよ。天下ちゃん、舌が虹色になっても可愛いもん。いや、やってみるね。天下ちゃん、もう食べ損ねたものとかない？うん、これ以上はスペースなくなっちゃう。そっか。それじゃあ帰る？うん、帰ろっか。ね、遠回りして帰ろ。うん、アマナもそれ思ってた。きっと遠回りした方が人通りも少ないし。なあちゃん、うん、買ったね。うん、でさっきもこれ話さなかったっけ？ねえ。じゃあ食べたね。うん、楽しいね。楽しいね。夏だね。うん、夏だね。ねえ。